はようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在アメリカ合衆国のミズーリ州にある大学で野球をしております。さて、いやー、生配信ありがとうございました。皆さん来ていただいて、そうですね、日本時間だと昨日の夜ですね、たくさんの方に、来ていただいて、すごく楽しい時間が過ごせました。有意義な時間が過ごせました。ありがとうございます。毎週金曜日ですね、生配信、夜の9時から、やろうというふうに思っているので、もし、今回参加できなかった方はまた来週と、いただからで、今週参加していただいた方もぜひ、都合が合えばまた来週といったところで、お会いできるのを楽しみにしておりますので、ぜひご参加くださいということで、本当にですね、なかなかやっぱり現役、僕自身現役で、僕自身がこういう機会が欲しかったんですよね。留学行く前に現地の人と話したいっていうのがあったので、そういったところを僕が担えればいいなっていうふうには思ってます。なので、ぜひ僕にですね、僕を何でも質問ボックスか何かというふうに捉えてた問題全く問題ないので、ぜひバンバン質問とかですね、気になることあれば、ぜひ参加してみてくださいということで、はい、本題に移りたいと思います。今日のテーマはですね、野球留学ってそもそもどうやってするのっていうテーマでお話しさせていただきたいなというふうに思います。これに関しては結構なんていうんですかね、僕のチャンネルを見ていただいているか、昔から見ていただいている方はもう分かってるよっていうことかも分かんないんですけども、ちょっと最近また新しい人が増えてきたりだとか、今留学を考えている、高校生の皆さんからの質問とかも結構あったので、じゃあそもそもどこから何を始めればいいのかみたいなところから、どんな流れで留学に至るのかみたいなところをお話ししたいなというふうに思っております。はい、まずはですね、どうやって野球留学をするのかというと、まずは調べてみてください。アメリカ野球留学と調べるとですね、いくつか会社が出てくると思います。これがよく俗に言うあれですね、留学エージェントってやつですね。ここら辺のページでも、留学エージェントの会社さんのページでもいいですし、何でもいいです。それで言うと YouTube で調べれば、僕のラジオも出てきますし、僕以外の配信やっている野球留学生の YouTube チャンネルも出てきますので、そういったチャンネルどこでもいいので、まずは、野球留学とは何ぞやといったところの情報集めをしてみてください。はい、でこれがまず最初の一歩だというふうに思っています。でですね、やっぱり野球留学ってなかなか、調べ、情報が出回ってないんですよね。やはりまだまだ希望的にも少ないですし、経験者っていうところだところでもまだまだ数は少ないです。なので、僕みたいに発信している方だったりだとか、そういったところに行ってですね、情報いろいろ聞いてみたりとか、その留学エージェントのページに行って、野球留学ってこういうプログラムですよみたいなところで話を聞いてみたりだとか、問い合わせてみたりだとか、まずそこからスタートしてみてください。はい、これがまず一歩目です。で、それで言うと、このラジオ聞いてくださってる方は僕に連絡してください。僕のインスタグラムから、僕にタツキウェノって調べれば、英語でですね、タツキウェノって調べると、僕のインスタグラム出てくるので、僕に連絡してください。僕に連絡したら何でも相談乗れますので。で、アドバイスできる人、ところはできるし、紹介したい人がいれば紹介できるし、みたいなところで。そうですね。このラジオ聞いてる方は、僕に。そうでない方は、普通にそう、そうじゃない方法だとしても、野球留学って、まず情報収集の方を一つ目やってみてください。で、二つ目はですね、セレクションに参加してください。セレクションって何ぞやっていうと、野球のプレーをしてですね、その様子を動画に撮って、その動画をもとに、アメリカの大学に入部交渉するんですよね。で、セレクションっていうのは、その野球の動画を撮影すると、いわゆるトライアウトとか、そんなようなものですね。そこでしっかりと野球のプレーのパフォーマンスを出して、アメリカの大学にアピールをするといった機会になってます。でですね、でこのセレクションっていうのが毎年8月に大体開催されます。どこの留学エージェントさんでもね、されるので、でここに応募してください。で、ここに応募して、で最終的に、大学どうするのかとかいうのはその後なんですので、まずはセレクションに応募してみてください。セレクションに参加しないと、まずは合格も何もないので、そこに参加して、野球のパフォーマンスを出して、じゃあそこからどうだっていう話になっていくので、
で、まあ、情報収集の後はしっかりとセレクションに参加をしてみてください。これがまず2つ目のステップですね。で3つ目はですね、英語です。英語学習を始めてくださいってことですね。これすごく大事です。で、まあ、なんで大事かっていうのは、まあ、言うまでもないんですけど、まあ、アメリカに行くので僕英語が母国語なわけですね、向こうの人にとっては。なので英語ができないと大学どころか生活ができないといったところで、自分に合った英語プログラム、英語塾、英語で勉強学習できる環境っていうのを探してください。でやっぱりこれもエージェントに付随し、留学エージェントに付随して英語プログラムが、いくつか存在するんですけども、やっぱり自分に一番合っている、そしてそのプログラムのクオリティが確かに高いところを選んでください。ここの選びを間違うとですね、結構悲惨なことになって、で例えば、まあ、費用の安さとかで決めてしまったりすると、結局向こうに行って単位が全然取れなくて、結局トータルで見た時に費用が膨れ上がってしまったりだとか、そもそも卒業できないとか編入もできないみたいなところで入学もできないみたいになってしまうので、ここの、英語プログラムっていうのをしっかり選んでください。でしっかり吟味して、その上で、自分はどこで勉強するのか、どこなら頑張れるのかみたいなところをしっかり見極めた上で、先に進んでください。これが3つ目です。英語学習環境を見つける、これが3つ目です。で見つけてる間に、これが4つ目のステップですね。大学の合格がちらほら出てくるかと。セレクションでやっていただく大学の合格がだいたい10月とか8月にセレクションがあって、だいたい10月とか11月になるともう出揃い始めます。なので、まあ、そこで、大学はどこに行くのか、どこの大学自分に合ってるのか、自分の目的に何がフィットするのかみたいなところを、吟味しながらテーブルに並べてですね、で判断をしていくと。で進学先を決める、これが、11月12月って形ですかね。で最後もうあとはビザを取って取得して、大学を決めたら、ビザを取得して、あとはもう渡米するだけと。で多くの人たちはだいたい6月とか9月に渡米するので、まあ、それまでみっちり、英語の勉強並びに野球の練習ですね、でレベルアップをして渡米をするといった、段取りになっております。まあ、これが、野球留学をどうするかといったところですね。で、まあ、一連の流れ話したんですけども、やっぱり一番大事なのはやっぱり留学エージェントの選び方とか、英語プログラムの選び方とか、まあ、そこが本当に重要でですね、ここを間違えてしまうと本当に結構、まあ、いろんな選び方があるとは思うんですが、やはり、なんだろうな、まあ、いろんな話を聞きながら、まあ、最終的にどこで行くのかっていうのは決めるのは自分ですけど、もうしっかり自分の中でしっかり軸を持って根拠を持って、考え、自分にとって一番成長できる野球留学を成功させてくれるようなサポートがあったりだとか、英語プログラムがあるエージェントさんはどこなのかみたいなところをしっかりと吟味して、最終的に決めるっていうのがいいと思います。本当ここに関してはもう野球留学の岐路といってももう大げさではないぐらいの大事な選択になってくると思うので、ここに関してはしっかりと、選びながらやりながら、野球留学 の行くまでのプロセスとして、大事なプロセスとして一つ覚えておいていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。で簡単におさらいすると、まずは情報収集1つ目で、2つ目セレクションに参加する、3つ目英語プログラムを探す、英語学習環境を見つける、4つ目が、大学を決める、合格校が出てくるので大学を決める、で5個目に、渡米と、いったところで、まあ、こんな流れで野球留学っていうのは成立していきます。なので、まあ、今何したらいいかわからないって方は、まあ、このラジオを聞いてる方はぜひ僕にですね連絡していただければ、いろいろサポートすることは可能ですので、ぜひ連絡してみてください。インスタグラムの DM が一番ですかね。まあ、それが見つからないようだったら、この YouTube のコメントとかでも全然問題ないので、ぜひご連絡くださいということで、本日のラジオですね、野球留学ってそもそもどうやってするのというテーマでお話をさせていただきました。
引き続きこのチャンネルも、ラジオも、更新していくのでよろしくお願いしますということで、素敵な一日をお過ごしください。上野たつきでした。じゃあまたねー。